のお店に行っていい？注文をしてたアクチュエーターが入ったんだ。今度それで新しい実験をするんだ。こないだ一緒に潮干狩りに行ったよね。それでカニを見てさ、思いついたんだ。一度作ってみたかったんだ、カニロボ。ハサミはもちろんロケットで自動追尾。二番目の足からビームが出るの。そのビームはもちろん重化電粒子ビーム。で、三番目の足は磁場でバリアを作ってさ、胴体はもちろんカーボンファイバーとセラミックタイルの複合にするんだ。考えただけでもうっとりするな。おまけに水陸両用にしてどんな状況でも活動できるようにするんだ。だって強くないと嫌だもん。すぐ壊れちゃうなんて絶対嫌だもん。ねえ、カニロボが完成したら試作機と戦闘してみせてね。大丈夫だよ。命に別状はないように手加減するからさ。ね、お願い。うわーい、やった。だから大好き。え、何か言った？今日は楽しかった。いっぱい買い物したしね。付き合ってくれてありがとう。なんだかまた実験のアイディア思いついちゃった。今週はこれでいっぱいだな。でもね、来週はね、遊園地に行きたいんだ。実は失恋者のショーがあるの。絶対見たいんだよね。え？だって矢部くんはファンシーチャイムの方が好きだもん。私はよくわかんないけど。だから絶対一緒に行ってね。約束だよ。その前にちゃんと実験付き合ってね。今度の実験に付き合ってくれたら秘密の野望教えてあげるからね。メガトン級メカトロニクス、いつか君だけに見せて。
くドキドキ。素晴らしい演奏でしたわ。さすが一流の KNM 交響楽団ですわね。一つ一つの楽器の音色が式によってさらに大きな一つの芸術を生み出すんですもの。あら、分かってるじゃない。あなたにしては大したものだわ。それならばあなたはどの楽器がお好きかしら。そう、それは確かに素敵な楽器だし音色も素晴らしいわ。でも、それはあまりにもありきたりな答えではなくて。私？そうね、一つ挙げてみるならばチェンバロかしら。切なく響く、それでいて凛とした意志の強い音色。ま、私ほど芸術に精通したものであればそれぐらい理解できて当たり前のことでしょうけど。はあ、それにしても素晴らしかったですわ。私も一度交響楽団と一緒に舞台に立ってみたいものですわ。そうではなくて、私がオーケストラをバックにお芝居をしますの。そう、例えばシェイクスピアのお芝居なんか素敵よね。まるで中世に戻ったような。きっと私の才能をもってすれば観客を虜にできますわ。そうね、もし見にいらっしゃったら楽屋ぐらいには来てもよろしくてよ。その代わり、私の友人として恥ずかしくない格好で来ていただかないと困りますわ。だって他のお客様は全て一流の方々ばかりですから。そうよ、楽しみにしていてちょうだい。今日は久しぶりに楽しかったわ。こんなところに誘うなんてあなたもなかなかセンスがあるじゃない。でも、あなたは私と釣り合うように、もっと芸術のセンスを磨いていただきたくてよ。そうね。今度は、お芝居を一緒に見に行ってもよろしくてよ。揺らす。
天使たちと歌う華やかなひとときは楽しいものね月は「
色褪せない。
お店に入らない？もう少しお話がしたいの。ええ、いいわ。窓際の席にしましょう。私、ダージリンがいいわ。今日はありがとう。とても楽しかったわ。ううん、私、プラネタリウム好きなの。夜時々部屋の窓を開けて空を眺めているの。窓から見る夜空には星が少なくて、でもプラネタリウムに行くとやっぱりこの街にも変わらず星があるんだって安心できるの。星って私たちの生まれる1億年もの昔から存在するじゃない。そして何億年もかけて消えていく。そんなことを思っているうちに、私たちが生きている数十年は一体何だろうって一人ぼんやり考えてしまうの。でもね、星が巡り合わせてくれるっていう言葉があるじゃない？あの言葉も不思議よね。あんなに遠く離れた星なのに出会うのよ。何年、いいえ、何十年かの確率で、星同士が出会った時に何かが起こるんですって。宇宙って不思議よね。ねえ、そう思わない？よかった。窓を開けてまた出会う。
「
Thank you.
Thank you.